ったく。そこじゃ一車両分。お客さん、どう？並ぶより早いよ。無視して商売してるの俺だけじゃないですよ。ジョルノですよ。ジョルノ・ジョバーナ。おいお前、長かった。荷物を置いて身軽になりたいや。気持ち悪い。なんで穴の中に全部耳入っちゃうかね。タクシーかい。いや、別に。高いよ、相場は半分くらいでしょ。それより君が運転するの。まあまあ、どちらもそう気にしないで。ちゃんとタクシー乗り場で。荷物は前の座席、お客様は後ろの座席。はい、正直に送り届けます。エコス、アクト3。言っただろ、甘く見るなって。半分日本人のくせに日本の旅行者を騙そうとするか。あれ、ない。どうして。スタンドか。でもそんなバカな。まさかと思うけど。そろそろかな。お前とは初めてだよな。その後遺症のせいで傷が治った今でも常に涙目だとか。お前年いくつ。一つ目は嘘をつかないだ。二つ目は恨まない。話を今してんのはこの俺だ。それじゃあよ、友情は続かないよな。んなこと俺には関係ねえんだよ。払ってしまってないと言ってるんですよ。両方とも逆らうっつうんだな。目はもうおしまいだ。三度目は言わせないでくださいよと頼んだはずだ。無駄無駄。この少年の皮膚の一部ですか。死んだ彼の父親が少し特殊でね。え、全額ですか。へえ、不用心だな。それはいらぬ心配ですよ、お客さん。お食事でも。いや、結構です。あいつは。もうないんだ、売っ払っちゃってさ。気の毒だけど。今度は逃がすもんか。重い。新しい命を。君の人生のために言うけど、無駄はやめた方がいい。僕は君のものを取った。君はいい人だ。もしもし。どこから話したらいいのか。空港でいきなり出会って、本当に偶然出会ってしまったんです。学生のくせにチンピラのようなことをしていて。すぐにホテルを手配して送金するよ。彼の父親って。名前はディオ・ブランド。ディオって。でも確かディオの肉体はジョースターの血統。強力なスタンド使い。もう彼には近づくな。君はどう思う。会ったのは君だ。儲けだね。でももし俺が私服警官でそれを見ちゃってたら。君はマジにそうするだろうね。冗談とかハッタリじゃあ汗の味を舐めればもっと確実にわかるかな。誰がやったのか調べてる。だから会ってちょいと質問してみようと思ってね。しかし奴のボスが考えているのはそこじゃない。空港で涙目のルカに会わなかった。汗をかかないね。どうせ意識がねえんだから持ってきたんだ。いいの、子供置いてきちゃって。まだ2歳とかでしょ。泣いても無駄なので。ジョルノはただ震えていただけだった。そんな隅でどうしたんだ。ほら春の人の顔色ばかりチラチラ覗きやがって。ほらよ、たくネクラなガキだぜ。おいおい、ジョルノどうしたのよ。彼は自分がこの世の数だと信じるようになり。お前は正面を行け。俺たちはこっちだ。あっちへ行ったよ。向こう、おい
ああ。まだジョルノ自身はこの能力に気づいておらず、無意識の行動だった。君がしてくれたことは決して忘れない。なんでジョルノなんぞに。はい、お待たせ。これ多い、何かの間違いじゃ。他人の顔色ばかり伺っている子供に何の音だ。関わらない方がいいわね。お前だろ、父ちゃんを殺したろ。かけ、くそ。お前だってクズじゃないか。政治家が汚職をやり、警官が弱者を守らない町で、この味は嘘をついてる味だぜ。ガタス。ジョルノ・ジョバーナ、バラバラになっちまう。この能力に気づいたのは数ヶ月前だ。あらゆる物体があらゆる生命に変化する。でも何？ルカをやったのは貴様だったのか。ゴールドエクスペリエンスの攻撃をまともに食らったのでは。どんどんパワーが湧いてくるみたいだ。食らえ、ジョルノ・ジョバーナ。自分がすごいパワーで動いていると思っているだけで無駄。せいぜい利用させてもらうかな。お互い数メートルぐらいの距離しか能力は届かないようですね。事故だったと言っても信じてはもらえないんですよね。常に覚悟してきている人ってわけですよね。スティッキーフィンガー。だがお前のこの異常な能力に触れる危険はもうゴリゴリだ。まずいぞ。奴をケーブルカーの外に出したのはまず、僕の負けだ。逃がさない。ブチャラティはこの中の誰かにぬいぐるみを着るように隠れている。ドイツに隠れている。ハエはお前のところに帰っていき、見分けがつくってわけだが。仕方がない、危険を犯すことになるが。その点に関しては僕は必死だ。逃がす。どちらが先に相手に拳を叩き込むかの勝負だ。これはあのガキの腕だ。俺のと取り替えておいたんだ。ゴールドエクスペリエンス。やめろ、やめろ。あんたがいい人だからな。この腕の異常に気づいてショックを受けて一瞬攻撃をやめた。あんたは違うようだ。だから攻撃するのはやめにしたんです。だとしたらどうだと言うんだ。そのこととお前を始末することは別だ。あんたはもう僕を殺したりはしませんね。子供に麻薬を流すようなギャングを消し去るには。それがどういうことか意味を分かって言っているのか。僕はギャングスターになります。パッショーネ、それが組織の名だ。ジョルノ、お前の入団を決定する幹部はポルポという名の男だ。だが彼はこの中から俺に命令を下し、組織にパワーを振るっている。就職するのと同じさ。どんな面接かは彼の気分次第だが。あんたはなぜあの能力を身につけたのか聞いていなかったが。荷物、腕時計。ではそこに立って両手を頭の上に。部屋は強化ガラスで遮られていますが会話はできます。何かあった時は叫んでください。牢獄で直接面会するんですか。怪我でもしているのかね。カバンを握ったような筋がね。右手だけでカバンを持っていました。確かに左腕を怪我しましたから。極上のキャンティクラシコがある。ブフ、言ってるだけだよ。さかが人間の良さでありらしきところなんだがね。出ても出なくても同じなんだ。
我々の組織に入りたいんだって。一瞬だが、指ごとクラッカーを食ったように見えたけれど。何ができるか、ですか。あなたのテストに使えるかなと思って。耳の穴に耳を入れるくらいしか。それは信頼だよ、ジョルノ・ジョバーナ君。テストというのは君の信頼を見ることなんだ。クラーという17世紀の神学者が言った。それができたら君の入団を認めよう。君は信頼できる男ということだ。さあ、ライターを手に取りたまえ。これが入団の試験だ。Fighting!